ボルフガング・フォン・ヘッセンは、ドイツのヘッセン・カッセル家の講子。1918年の極短期間、フィンランド王国の王太子となることが予定されていた。ヘッセン・カッセル家の講子フリードリヒ・カールと、ドイツ皇帝ビルヘルム・2世の妹である、プロイセン王女、マルガレーテの間に4、男として、ルンペンハイム城に生まれた。すぐ上の兄フィリップとは双子である。 長兄フリードリヒビルヘルムと時系のマクシミリアンは第一次世界大戦で戦死した。1918年に父がフィンランド議会によって国王カールレ一世に衰退された際、フィリップがドイツにおいてヘッセンカッセル家を受け継ぎ、ボルフガングが新興国フィンランドの王家を受け継ぐという一族内の役割分担が想定された。このためボルフガングが フィンランドを大使になることが定められたが、ドイツの敗戦によりヘッセン家がフィンランド王位につく望みはついえた。銀行員としてのキャリアを積み、ハンブルクの MM バールブルク &CEO やビースバーデンの商工会議所で働いた。1924年9月17日、ドイツ帝国最小を務めたバーデン、対抗家課長マクシメリアンの娘、マリー・アレクサンドラと結婚した。 1933年のナチ党の権力掌握後、ヘルマン・ゲーリングの世話で、ヘッセン・ナッサウ州のオーバー・タウンス軍の軍長に任命された。その後4月1日にナチ党に入党。同時に突撃隊の隊員となり、突撃隊中尉にまで昇進した。また、ドイツ国防軍にも入隊し、陸軍少佐にまで昇進している。第二次世界大戦では、 ドイツ軍の一員として3年間フィンランド領、ラップランドに駐屯し、1943年には、フィンランドの最高司令官、マンネルヘーム元水より三級自由十字勲章を授与、されている。1944年1月29日、妻、マリー・アレクサンドラが、フランクフルト大空襲の犠牲となって死亡した。戦後、ナチ党への協力姿勢が災いして、短期間抑留されている。 1948年9月7日、家内法では、非戦結婚とされる、平民女性の t e リ a メーラーと再婚した。その後は、クロンベルクのフリードリヒス法府上で暮らし、ヘッセン家の資産管理団体を経営した。ありがとうございます。